飯田俊樹のルームレゾナクト。本日のゲストはシンガーソングライターのマキポンさんです。楽しいトークと音楽でお楽しみください。飯田俊樹のルームレゾナクト、今回のゲストはシンガーソングライターのマキポンさんです。はい、ようこそいらっしゃいました。いやー、ようこそいらっしゃいました。本当にいやー、もうこちらこそもう嬉しいわ、トシさんと会えて。嬉しいです。というのもね、もうマキポンさんといえばもう関西のもうアカペラ界のもう重鎮も重鎮、とんでもないです。一番有名な人物っていう、とんでもないですよ。いや本当そうだと思う。アカペラ界を支えてきた関西のこの飲んで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 とんでもないです。そういう本当重要な人物なわけですよね。いやいやいや、ご本人もシンガーソングライターとして活躍されていて、はい、で、まあ、そんなこう関西でアカペラやるものなら、うん、みんなこう、まあ、プロでやってるものならみんなお世話になっているマキポンさんに、僕はなんと今までちゃんとお会いしたことがなかった。ほんまに、いやほんまにって言ったら俺があれやけど一回だけはもうね、ちゃんと挨拶というかどうもみたいな。そう、ライブのこのすれ違いでどうもだけで、これが本当にすごいことやなと思ってて、うん、会いたかったもんずっと本当ですか、うん、じゃあ僕認識してくれてました。僕をめっちゃだ YouTube とかめっちゃ見てんねんで本当あのパーマネントフィッシュの、パーマネントフィッシュのありがとうございます、うん、シャンランランランいうやつ、ね、嬉しい、君がちょっとありがとうございます。大好き、嬉しいです。僕もずっと会いたかったんだけど、なんか、うん、本当に10だから僕がアカペラ始こっちで来て始めたのがもう16年とか前なので、うん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 、その間一回待ってないとなんかちょっとすごすぎて、ね、まあ、逆にすごいよね。すごい、もうなんか本当あのトトロ見たことないぐらいのぐらいのすごさ、同じフィールドにおってね。そう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 、なかなか映画のトトロ見たことないぐらいの感じやなと思ってて、うんうんうん、昔に戻れるとしたら君はどうしたい？僕はまた君と二人で共に歩いてゆくと思う。僕が落ち込んでた時は優しく支えてくれた。僕が嬉しい時には一緒にはしゃいでくれた。いつでも君は僕に愛をくれた。無償の愛を与え続けてくれた。僕が求めるものすべてくれた。世界で一番愛しい君の首蹴ったろか、首蹴ったろか、首蹴ったろか、特に意味はないけど、首蹴ったろか、首蹴ったろか、脳が揺れて倒れるほど理不尽かい、理不尽に感じるのかい。そうだね、僕のわがままなんだね。辛いことばかり言ってごめんね。今度は僕が首蹴ったろか、首蹴ったろか、首蹴ったろか、
もないけど首蹴ったのか首蹴ったのか脳が揺れて倒れるほど次は喉ついたのか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 特に訳もないけど喉ついたのか Yes, it's my love 喉ついたのか Forgive me アブドラダブチャみたいに喉つきたい喉つきたい喉つきたいララマキモンで言えばやっぱステージング、うんうん、こう人を楽しませるステージをするっていうことがね、うんうん、もう誰よりも面白いと。いやもうそれはでもほんまにずっとそれしか考えてないというか、はいはい、まあ、あのシラフやったら何もできないんで、はい、絶対飲むんですか。絶対飲んでます 100% 飲むし、どれぐらい飲んでステージ上がるんですか。ベロベロにベロベロの記憶は記憶もない。だから記憶がないライブがあるのが、はい、それはちょっと反省するところで、はいはいはい、何やったか覚えてない時もあるんで、うん、それはちょっともうなくそうとは思ってますけど、はいはい、まあ、基本的にはやっぱり、ね、はい、その日はお祭りと思ってるんで。そうですよね、うん、でそれ多分もうファンの人も期待してるんですよね。そうなんですよ。そうですよね、もうこいつは飲んでもええと、ね、顔真っ赤っかにして出てますから、ね、はい、僕もちょっとここだけの話なんですけど、僕も実はそういうライブがあってね、一回飲みながらやるっていうライブがあって、うんうん、やったことあってて、僕も同じように記憶をなくしましてであのその後イメージが違ったんでしょうね、酔う姿が、はいはいはい、ちゃんとファンが減りました、その時ちゃんと幻滅されて、あの羨ましいな。なるほど。でもね、そのキャラというか、はい、僕らのステージで間違うでしょ、なんか、はい、あ、もう一回とか、はいはいはい、でも大丈夫なんですよ、はいはい、でもそれを言えるまでに何年かかったかという。なるほど。徐々に作り上げてきた。徐々に作らんとそれはやっぱり、ね、いやでもなんか最強ですね。だから もはやもう今もう最強なんですよ。怖いものなんか怖いものあります。あ、途中でトイレとか行くしね、はいはいはい、うん、大丈夫です。あ、すいません、あのお客様すいません。全然、いや羨ましいな。悪気はないんで。ちょっと今日もこれいつも毎週、うん、あのスタッフがすっごい可愛いカラフルなカクテルを用意するんですけど、はい、これ完全な焼酎ですよね。焼酎ですよ、ね、これって見透明だから何かなと思ったら完全なただの焼酎の水割りですいません、おかわりをください。これ巻きポン、巻きポン仕様とありますか。え、おかわり、あのこの辺に持って行った方がいいかな。これ飲むのすごいな。映り込むとあんまり良くないかな、うん、すいません。すごいねこの人はもう最強やん。もうなんかええやん、何でもいいやん。いいな、マキコは素敵です。めちゃめちゃ憧れる。何でもええって言ったら今見てる方あのこいつなんやねんと思うんで。いや何でもよくないです、計算です。全部でも それがあってね。そうなんですよね。だから決して見にくくなく面白くちゃんとパッケージして届けるっていうのね。いや、それがいいっていうの。うわ、いいことを言ってくれた。本当にそれが素敵なんやなと、うん、ファンがね、みんなついていく理由なんやなと思うんですけど。 ありがたいですね。今日のコラボレーションちょっと今作ってますけど、ありがとうございます。今日のコラボレーションもさせていただきまして、はい、1曲目はですね、はい、首蹴ったろうかと。首蹴ったろうか、これを歌わせていただきました、うん。まあ、今回僕もあのマキポンとやるってことでいろいろ
考えまして、まあ、見てからのお楽しみということでいろいろ僕も遊ばせていただいたんですけど、どうでした？もうちょっと恐縮で、はい、あの言うたらしょうもない曲に、はい、だからあのピアノの方もそうやし、はいはい、トッシーもそうやし、はい、ちょっとあんなもう恐縮です。いやいや、もうでもこれはやっぱりあの曲は全力で臨みたかった、うん、嬉しくてレゾナクタは基本的に真面目な番組なんですよ、はいはい、でもマキポンを僕は言いましたよ、プロデューサーに真面目にしましょうかってやめてくださいって言われたそうそう、もう僕たちももう真面目にやったらマキポン呼んだ意味がないじゃないかと思ってやって呼んでるから僕もそれ乗っかろうと思って、まあ、頑張っていろいろやったので、まあ、それは見ていただいて、いやもう恐縮ですわ、もう嬉しかったですわ、まあ、今ね、流行りの何かをちょっとオマージュしながらお届けしました。ああ、この後に流れるわけですね。そうですね、うん、後でも先でもあれかですけども、ね、先に流れてる可能性もあるっていうね。ちなみにこれは、うん、何をもって作った曲なんですか？これはね、はい、いや何も考えてない何も考えてなくてこれ出てきたんですかこれあの首蹴ったのかが、うん、とりあえずフレーズとして出てきて、はいはい、まあ、おひれはひれをつけた感じです。あ、やっぱりあそこがまず出てきたのね。あれだけが出てきた。これ歌いてーと思って、うん、そう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 、よかった。あの首蹴ったろかの、はい、あの喉ついたろかの後ろ、はい、あれちょっとあかんよ、ね、ありがとう。あれよかった、おもろすぎるよ、ね、よかった、嬉しい、そう言って言ってもらえてもう考えてる時とかも何回もあれあそこだばっかり考えてたんですけど、うん、これマキポン笑ってくれるかなって思いながらめっちゃおもろかった、よかった、本当やった甲斐がありました。それはこれはすごいですわ、本当、いや嬉しいです。僕の曲でも基本的におできできたもなんか、はい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 、おできできたってなんか面白いなとか、あ、なるほどね、うん、じゃ迷ったんですよ今回、いろいろ曲出していただいて、うん、おできできたもいいし、首蹴ったろかもいいしどっちにしようかなと思って、まあ、今回は首蹴ったろか、あ、だってもうおできできたが気になった方はね、なんか検索して、検索してください。景色を前菜に向かおうなんて贅沢な僕の一日、あのパーキングエリア越えたら、でもねこの想い今君とならどこだって分かち合えるよ、たとえ離れていても。飯田俊樹のルームレゾナクト。